今節、まあ、全てをかけて戦うジェフの最終ゲームなんですが、その条件をいろいろとご紹介しましょう。まずジェフが勝たなければ何も起こりません。ジュビロあるいは東京ヴェルディがもし片方でも敗れた場合、負けたチームに代わって入れ替え戦に参加します。今日はゴールキーパーにシーズン初出場になります福島を使ってきました。最終ライン坂本、池田、翔平、オスナ出場停止を受けまして、センターバックに早川、左が青木亮太、中盤にレイナウド、戸田、工藤、トップ下ミシェウ、左が深井です。控えメンバーです。キーパーの岡本以下、斉藤、ゲームキャプテンの下村、中島、矢沢、根本、そして新井と入ります。そして一方の FC 東京です。ゴールキーパーに塩田、最終ライン出場停止明けの徳永、佐原、モニアの最終ライン、前節右サイドをやった長友が今度は左のサイドバック、中盤に鈴木達也、今野、アサリ、フルス対決の羽生、こちらが控えメンバーです。ベテランの藤山は来シーズンも現役続投が濃厚と報道されました。注目の一戦、前半がスタートしました。すいません、カボレー、右に鈴木達也、ボールをキープ、ドリブルで仕掛けていく、シュートだ。オープニングシュート、鈴木、今シーズン初出場、 J1 では146試合目になります。キーパーの岸野、工藤と長友、中へ返す、レイナウド、柔らかいボール、マキとミシェウ、ミシェウは後ろから行く、プレーオン、オフサイドがない、マキ、ここ潰れた後なんですが、早かったですね、工藤から、あちょっとあのバウンド倒れない、倒れませんね、やればできるんですよね。中岡がスペースへ、倒れてましたけどね、レイナウドからマキへ、強いて言えばもう少し前にこうクロスが入ればっていう感じがありましたけどもね、はい、赤峰からカボレー、つながって長友、柔らかいボール、逆サイド、フリーだー、ボレー、いやーナイスキーパーですね。ビッグチャンスでした。東京バックの間に出ていって、ここで止まりますよね、このままフラッとこういってジェフは前線に帰ってます。ヘイトー、先制東京。いやー川本選手素晴らしいヘディングシュートでしたね。手元の時計で前半39分、均衡が破れました。いいコースでしたね。いやそうですね、ですからね、はい、レイナウドからマキすぐに出ていく、マキはセンターへ、ミシェルと深井もいる、えぐってクロスだ、逆サイド、深井、徳永選手よくか、ここで前半終了のホイッスルです。0対1、アウェーの FC 東京が1点もリードしてハーフタイムに入りました。まあ、とにかくこの試合に集中したいですからね。そうですね、はい、後半がスタートしました。ホームのジェフが右へ溜めてスペース、羽生だ、ポスト、セカンドボール拾って鈴木達也、ミシェウが行く、柔らかいボール今野へ、鈴木達也左足、決定的でしたね。そうですね、今そのカウンターを取って、その鈴木達也、中は東京3選手、低いボール、いやー、そうですね、あと長友選手も出てきましたね。今度から長友、カモレが追い越していく、中へ仕掛ける、この人はシュートもある、どうだ、決めた、追加点東京。いやちょっとジェフ寄せが甘かったですね。ここがちょっと遅れましたね、カモレ選手が、状況は0対2に変わっています。スペースへ、羽生が出てきました。両チームに選手交代です。交代する矢沢、中へ仕掛けていく、倒れない、縦へ出会って倒れた、ノーファール、ノーファール、下矢沢達也、ちょっと先に状態が伸びてましたかね。カボレが仕掛けていく、ス
ピードに乗る、切り返したシュートだ。これも決定的、東京拾って矢沢から長いボール荒井へ通った、シュートだ、ゴール。あー、1点返しましたね。1点を返したジェフ。矢沢さん、塩田も触ったんですが、そうですね、当てるのが精一杯ついてますよね。青木から長いボール、牧が待っている、落とした、チャンスだ、ボレー、追いつきましたね、追いついて同点。牧の落としから矢沢のボレーシュート。いや、分からなくなりましたね。これよく粘りましたね。いや、本当ですね。シュート難しいボレーショットですけどね。徳永、中を伺う、スペースへ出した鈴木達也。池田、そして早川も上がります。レイナウドのキック、中に返って工藤だ。いや、浮いた、慎重に牧が行く、流れてくる、拾った、チャンス、荒いボールキープ、レイナウドへ。いやー、近藤選手でしたね。あっと、後ろから入った、 PK ですね。 PK、 後ろから足を出してしまいました。いやー、近藤選手もいいカバーをしたんですけどもね。さて、これを誰が蹴るか、誰が蹴りますかね。いや、一度は近藤選手カバーしましたけど、レイナードが本当に粘ります。ライバルチームはいずれもリードを許してます。決めれば勝ち越しのジェフ。この PK は全 J1 残留を果たすものになるのか。レイナウド、3対2。いやー、強烈なシュートでしたね。落ち着いて上を狙ってきました、レイナウド。ユニフォームを脱いでしまったレイナウドにはカードが出ますが、3対2、1点リード。サポーターが高い上の動向は分かってます。FC東京は鈴木達也に代えて近藤をこの後投入します。2対0でフィートークがリードしたときは数分という感じがしますけどもね、一生残る数分だと思いますけどもね。赤嶺、今度だ、切り返した、シュート、よく足を出しました。最後青津、大竹のキック、遠いサイドへ、ヘディング。胸でブロックをしました。工藤選手ですかね。コーナーキック、コーナーが続きます。これもよくブロックをしました、工藤。ボールをキープした柳井、取れない、佐原、2対2、裏へ、入れ替わった、オフサイドがない、矢沢が運ぶ、キーパーの一射一、どうだ、4点目。これは決定的かも分かりませんね。新井選手も落ち着いてましたし、矢沢選手もうまく抜け出しましたね。喜んで工藤、池田が天を向いて倒れてます。4対2。この後これ、まあ、オフサイドラインギリギリの、いやーそうですね、ハーフウェイライン手前から行きました、はい、最後は落ち着いてキーパーをかわした新井、失礼、矢沢達也。東京は今アサリに代わって平山、そしてすいません、アサリに代わって入った平山です。主審の松村さんが手元の時計を確認しました。下村がいく、入れ替わります。ここはゴールに向かわずボールキープ、手元の時計で94分、試合終了。ジェフ勝ちました。とりあえず勝ち点差を上げましたけどもね。4対2、奇跡的な大逆転勝利、ジェフが東京を下しました。